もこんにちは、デイシーキッチンです。本日はクオカの提供でお送りいたします。まずはクリームチーズと砂糖をミキサーの中に入れていきます。そこに卵1つを割り入れていきましょう。さあ次にホットケーキミックス大さじ2、生クリーム 100cc、 あとはレモン果汁大さじ1を入れたら蓋を閉めてミキサーでしっかり混ぜていきましょう。混ざったところでミニ巻き型を用意します。紙のカップを置いていきましょう。先ほど混ぜた生地を流し込んで 2,3 回落として空気を抜いていきます。180度に予熱したオーブンで焼いたら完成です。福岡にはお菓子作りの情報がいっぱい。 Thanks for watching. See you next time. Bye bye.